誰にでもあると思いますが、夜中1時を回ったのにまだお腹が空いてしまう。お腹が鳴ってベッドから出て夜中のおやつをいただこうとキッチンへ向かいます。空腹のまま寝るなんて不可能ですよね。でも夜中のおやつに健康的な影響はあるのでしょうか。あまり考えないかもしれませんが、よく考えてみた方がいいかもしれませんよ。だからといってお腹が空いたままベッドに行くべきではありません。いくつかの影響は考えてみればわかることかと思います。まず夜中におやつを食べると眠れないということがあるのではないでしょうか。カロリーを消費したばかりだとこれは体内でエネルギーに変換されます。深い再生的な睡眠を得るのに必要な睡眠サイクルにとってあまり好ましくないことです。寝ているべき時に食べることで睡眠サイクルを阻害して8時間の睡眠を取るためのサイクルが短期的に変わってしまいます。別のポイントで言えば、減量を考えている場合、早朝1時にシリアルのボール1杯をいただくことはあまりよろしくありません。ボール1杯のシリアルを頬張って休息を取るためのベッドに戻ります。口にしたシリアルはそのまま消化器官に残りますよね。エネルギーのために必要なカロリー、脂肪、炭水化物がしばらく燃やされないということです。こうすることで体重を増加させてしまいますよ。しかし、お話ししたように誰にでもこんな経験はあります。そもそも空腹で目覚めたのではないということもあります。夜中のドカ食い衝動に襲われただけかもしれません。お腹が空いたままベッドに行くとこのような状態になりやすくなります。人間は夜中、しょっぱいものや甘いものを食べたい衝動に駆られることが多いようです。空腹を抑えるためにベッドを出てその衝動を満たしたいなら健康的なものを口にしましょう。さて、空腹のままベッドに行くことには影響があるのでしょうか。空腹のままベッドに行くと筋肉量が減ってしまう可能性があります。一日のうちに食べたものを良い栄養素に変える消化プロセスの一部は睡眠中に起こります。空腹のままベッドに行くとタンパク質を無駄のない筋肉に変える栄養素が足りなくなります。つまりジムでの激しいワークアウトが全て無駄になります。また睡眠中に体は筋肉を修復します。その睡眠を阻害する、つまりおやつを食べることでワークアウトの経過に影響を及ぼすというわけです。それに空腹のままベッドに行くとイライラしてきます。空腹の際は皆さん怒りっぽくなるものですよね。仕事のために早めに起きて慌てて準備して朝ごはんを食べる時間がないとします。仕事に行ってから考えられることといえば空腹のことだけ。それは気分と生産性に最悪の状況。空腹のままベッドに行くと一日の初めから苛立ちます。気分が最悪なことに加え、疲労したまま起きて全くエネルギーがないように感じるとさらに機嫌が悪化します。夜の間でも我々の体は夕食の消化など重要な作業を行っています。これにはカロリーから得られるエネルギーが必要です。空腹のままベッドに行くことで睡眠中にこれらの必須な体の活動を行うためのカロリーしか残らず、一日をスタートさせるのに十分なエネルギーが残らないということです。人間の体は常に燃料が必要。インスリン値と膵臓も影響を受けます。定期的に食べ物を口にすることでインスリン値が一定になり血糖値も安定します。空腹のまま就寝することで血糖値が下がります。糖尿病であればこれは危険な状態です。しかし完全に健康な人であってもフラフラしたり頭痛を起こしたりしかねません。それに気分やエネルギー量にも良くないですからね。一方、夜中におやつをいただくことで血糖値が急激に上がり、インスリン値を安定させるために膵臓がより一生懸命働くことになります。これによって睡眠中に不必要なエネルギーを使用します。空腹のまま寝ることは酸逆流症を持つ人にも良くないでしょう。空腹のままベッドに行ったとしますね。朝方2時に起きてお腹が鳴っています。台所へ行っておやつをいただきます。お腹は満たされてベッドに寝転がります。酸逆流症を持つ人は胃の中にある食べ物の余分な酸が
喉まで上がってきて、不快な感覚や味、胸焼けを起こします。満腹のお腹で寝転がることでこれが起こりやすくなります。三逆流症を患っていなくともこのような症状が起こる可能性があります。そこまでの不快感を感じなかったとしても、夜中のおやつのメニューによっては消化不良になってガスが出ます。そうなるともう眠れません。よく聞いてくださいね。空腹のまま寝ることで夢が影響を受ける場合もあります。例えばベッドに横たわり眠りに落ちて、塩気の多いおやつのことを考えているとよだれが出てきます。ベッドに横たわり眠りに落ちようとして、うげって思うでしょう。しかし空腹は人間としての最も基本的な生き残りのための欲求です。一日のどんな時間でも私たちは空腹を異常に意識します。何かにかなり集中している場合、そのことに関する夢を見がちです。いろいろな食べ物に関する夢を見るかもしれないですね。夢を見ているという意識があるため、コントロールがしやすい明晰夢の場合、夢の中の食べ物は美味しく感じるでしょう。その食べ物の一番良い部分を想像しているためです。すごいでしょう？お腹が空いたままベッドに行くことで悪夢を見るというたくさんの神話が存在しますが、結論から言えばおそらくありえません。悪夢を見るのは極度のストレスを感じていたり、不安症の問題があったり、人生の中で経験したトラウマと戦ったりしている時です。これらが悪夢の要因。しかし空腹のままベッドに行くことで感じているストレスが増幅することはありえます。そのためお腹が空いているのに睡眠を取ろうとすることで悪夢がひどくなったり激しくなったりします。しかし悪夢の原因にはなりえません。栄養士の間でも大きな議論の的となっている空腹のままの就寝、減量的な観点からも議論になっています。空腹のまま就寝することにも夜中のおやつにもそれほど多くのネガティブな生理的影響はないとする研究もあります。しかし悪習慣を生み出してしまうというのは否定できないでしょう。結論から言えばシンプルです。就寝時間後にお腹が空いて食べてしまったら、その夜中のおやつは睡眠中には燃焼されない余分なカロリーになるということ。夜中におやつを食べたくなる衝動は他の悪い食習慣を引き起こしてしまうかもしれません。夜中にお腹が空いていたら日中十分食べなかった証拠です。食事のバランスが取れていなかったという可能性もあります。夜中にテレビやパソコンを見ているとお菓子が欲しくなってしまいますよね。しかしこれは誤った時間に食べて、誤った時間に空腹になるという悪循環を引き起こします。代謝プロセスにも影響を及ぼして、睡眠不足、エネルギー低下、不機嫌を引き起こします。わかります？鍵はバランスと一貫性です。時々であれば夜中のおやつに興じることも構いません。しかし悪習慣にしないようにしましょう。決まった時間に健康でタンパク質が豊富な食事を日中にして、夜中の空腹を避けましょう。タンパク質が多い食事とおやつで空腹を抑えられます。ナッツ類やバナナなどです。食事の量も適切であるようにしてくださいね。これらすべては個々によって異なるということも覚えておきましょう。減量をしようというのであれば医師や栄養士に相談してください。食事のバランスを意識することで体のバランスが取れます。より良い睡眠、高いエネルギー、ハッピーな気分。ああ、お腹空いてきちゃった。皆さんはどうです？お気に入りの夜中のおやつは何ですか？コメント欄で教えてください。何か新しいことを学んだら動画を高評価してお友達とシェアしてください。ああ、おやつを取りに行く前に、ブライトサイドでは2000以上の素敵な動画をご用意しています。いろいろな動画をぜひお楽しみください。いつもブライトサイドのご視聴ありがとうございます。それでは。